ソリッドの田中美咲です。1分間でお答えします。多様な人も地球環境も配慮されている社会を作りたかったからです。そうですね、小さい頃ドラマの影響が大きいんですけど、同じ小学生とか同じ子どもたちが選択可能な選択肢が少ないってことを知って、あ、それは解決しなきゃいけないと思ってこれを選びました。そうですね、映画の最後に大どんでん返しがあるんですけど、それがすごく好きで、最後まで結果がわからないということが好きなんだなと思います。デザインとかアートって必ずしもいいことばかりではないということを教えてくれる本なんですけど、これをよく見るようにして自分にもすごく影響されている本だなと思います。なんか家族といる時が一番幸せなんですけど、肩の力が下りてリラックスできているなと思っています。